君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ学校であった怖い話極め、早速ねやっていこうと思います。前回オープニングだけで終わっちゃったんで話を聞いていきます。まあどうしようかな。風間望は最初じゃないんだよなとはいえ最後でもない存在、まあ、進藤誠ですかね、やっぱり最初は。でストーリーに関してはこの最初の選択肢で結構いろいろ変わっていくようなんで、まあちょっといろいろ試してみようと思います。俺が最初に話すんだな。じゃあ改めて自己紹介させてもらうぜ。俺は3年の進藤誠だ。みんなよろしく。俺が話すのはトランプにまつわる怖い話さ。トランプ遊んだことないやつはいないよな。もうそれはトランプ好きか。はい、実はね、この前にやった時にね、好きを選んで普通のルートにあのオリジナル版でも行った方に行っちゃったんで、嫌いをあえて選びます。そんな言い方をするもんじゃないぜ。せっかくこうして人が話してるんだ。ギリででも好きですって答えられないもんかね。もう一回聞くぜ。もうそれはトランプ好きか。はい、嫌いでいきます。つまんねえ男だなお前って。トランプの話をしようと思ったけどやめちまおう。僕は慌てた。すいません進藤さん、どうか話を続けてください。進藤さんはじろりと僕を見た。考え直してやってもいいぜ。でも普通に話すのも芸がねえな。こいつで話す内容を決めるってのはどうだ。そう言いながらポケットから一組のトランプを出した。そんなものを持ち歩いているなんて、よっぽどトランプが好きなんだろうか。進藤さんはトランプから3枚のカードを抜き出した。ここにエースとキングとジョーカーの3枚がある。進藤さんは話しながら裏を向けたままの3枚のカードを並べた。もうそれ、この中から1枚選びな。エースだったら予定通りトランプの話をしよう。キングだったら別の話だ。なるほど。ギャンブルトランプって話がね、もともとオリジナルにあるんで、それ以外がいいですね。そしてジョーカーだったら。進藤さんの目がキラッと光ったような気がした。お前の学校に伝わる本当にヤバい話を聞かせてやるぜ。ジョーカー面白そうだな。さあ、どれを選ぶ。どうして僕の学校の話を知っているんですか。確かに。それはジョーカーを引いた時のお楽しみだ。さあ、1枚選べ。はあ、どうし、あ、こういう感じなんだ。結構しっかりしてるな。あ、こんな感じなんだね。あれ選んでないですよ、今。僕は床に落ちていたカードを拾って進藤さんに差し出した。進藤さんは気づかなかったようだけど、トランプを用意するときに彼の手元から1枚だけ滑り落ちたのだ。あ、そんなパターンがあるんだ。ゲーム実況会談。なんだ、めちゃめちゃ怖そうな。やめてよ、この撮ってる僕自身に対して攻撃してくんのやめてほしい。あ、何やってんだお前。ああ、俺が落としたのか。悪いな。進藤さんはカードをちらりと見て眉を潜める。忘れていた苦い味わいが急に蘇ったという感じの表情だった。まさかこんなところで出くわすとはな。気づかないうちにどこかに行っちまって、俺も全く気にはしていなかったんだが、気にしろよ。トランプに紛れ込んでるとは思わなかった。妙な縁を感じるぜ。こいつはこいつで俺にとっちゃいわくつきの代物だからな。ということ?そんな話に惹かれて手元を見下ろす。それはトランプの華やかな絵柄とは異なり、白地に黒い文字の浮かぶ、至ってシンプルな名刺に見えた。僕が文字を読み取る前に、進藤さんは手を伸ばしてそれを受け取る。なんとなく汚らわしいものに触れるような手つきだった。お前は俺が並べたカードじゃなく、こいつに触れた。選んだとも言える。つまりこの席は俺が用意していた話ではなく、これにまつわる話を欲しているのかもな。どういうこと?いいだろう。だったら話してやるよ。ゲーム実況会談にどうやって繋がるんだろうね。見ての通りこれはただの名刺だ。いわくつきとは言ったが別に妙な呪いがかかっているわけじゃねえ。ただこいつを見るとどうしたって思い出しちまうことがあって、それがどうにも薄気味悪いってだけだ。渡された時は何とも思わなかったが、今となっちゃこのうさんくさい肩書きからして忌まわしく思えるな。見ろよほら。進藤さんは何とも言えない笑みを浮かべて名刺の表を僕に向けた。呪いのゲーム実況者バジル。
マジルだ、マジル？マジル。一見しただけなら真面目で無難な名刺に見えるが、呪いのゲーム実況者マジル。でも、アットマジ、マジルじゃなくて、左下のやつ、アット真面目かな。中央に記されてるのはそんな文字列だった。ゲーム実況動画っていうのはわかるか？もちろん。ゲームをプレイしながら思いのままに実況して、その様子を動画で配信したものだ。今じゃゲームを作った側がそういう配信を認めてるケースも多いし、大体は無料で見られるし、金のない学生にとっちゃ格好の娯楽だよな。金取られる場合あんのかな？お前も一度ぐらい見たことあるんじゃないか？そういう動画の配信者は多くは趣味でやってるんだが、最近じゃプロも増えてきてるんだってな。なんか恥ずかしいな、なんか。自分がやってることの説明されるの恥ずかしいね。ゲームを実況するだけで生活が成り立つなんて夢みたいだが、それなりに苦労もあるんだろう。まあそれはほんの一部ですけど。話を戻すが、この名刺はとあるゲーム実況者が配っていたものだ。だから載っているのは本名じゃなくて実況者としてのハンドルネームだし、連絡先は SNS の ID と動画一覧にアクセスできる URL だけ。ああ、わかってる。なんで呪いのゲーム実況者なのか気になってるんだろう。名刺に入れ込むには物々しい響きだもんな。だが悪いな。その説明についてはちょっとお預けだ。俺はこいつをダチのダチから回ってきて受け取ることになったんだが、初めて見た時は意味がわからなかったな。その時の俺はゲーム実況なんてよく知らなかったし、肩書きも名前もうさんくせえし。マジルってのはさっきも言ったように実況者としての名前で、聞いたところによると、マサルっていう本名とマジナイを混ぜたものなんだったよ。なんかありそうだね、リアルに。実のところマジルは最初から呪いの実況者を名乗ってたわけじゃない。もともとはホラーゲームに的を絞った、割とメジャーなタイプの実況者だった。特にやっぱニコニコの実況者さんとかってね、やっぱホラーからこう育ってきた感じあるからね。まあ一口にホラーゲームの実況者といってもいろんなのがいるもんだよな。プレイが上手いから尊敬されるやつ、下手だから逆に面白がられるやつ、怖がりとしてリアクションを期待されるやつ、全く怖がらないところを評価されるやつ、有名人になることを目標に頑張るやつ、あくまで趣味としてマイペースにのんびり楽しむやつ。マジルは腕前はそこそこだが、恐怖耐性は人一倍だった。ホラーものを好むくせに霊的なものは一切信じていなくて、怖い目に遭えるなら会ってみたいが口癖でな、なんか怖い話になりそうだね。俺はホラーゲーム実況者だった頃のあいつの動画を遡ってみたこともあるが、とにかくその強すぎる心臓に驚くやら呆れるやらだったぜ。人間霊的なものを信じていようがいまいが、突然の刺激にはやられるもんだろう。物陰から出てきたモンスターに襲われるとか、いきなり画面全体に血濡れの女の顔が大写しになるとか、使い古された手段でも反射的にびくついちまう。けどマジルにはその手も通用しないようで、全くの無反応か、鼻で笑うか、っていうのかな。いずれにしても何もなかったようにプレイを続行するんだ。そんな動画への反応は真っ二つで、怖い演出を徹底的にバカにする態度に興ざめするやつもいれば、動じないから安心して見られるって評価するやつもいた。俺か？そうだな。マジルがあのままホラーゲームの実況ばかりをしていたんなら、すぐに飽きて見なくなったろうな。大したリアクションはないし、そもそも口数自体が少ないし、淡々と進めるからゲームっていうか、単純作業みたいな感じでよ。正直眠くなっちまった。だがマジルはファンのリクエストをきっかけに、実況者としてある方向転換をしたんだ。ほう。あいつはどちらかといえば、再生数やファンを増やすことに貪欲だった。だからリクエストにはなるべく答えるようにしていたんだよ。本人にしてみりゃ今までやってきたことの延長くらいの認識だったんだろうが、結果として、それはマジルの人気を押し上げることになった。ああ、そうだ。奴はただのゲーム実況者から呪いのゲーム実況者に変わったんだよ。俺が名刺を手に入れたのはその直後ぐらいの話だ。いよいよこの不思議な肩書きについての説明をするか。呪いのゲームってのはな、不吉な噂の付きまとうゲームのことだ。関係者が次々に不幸な目にあったとか、意味深なバグがあるとか、プレイすると呪われるとかな。そういう話、耳にしたことはねえか。なかったとしても、ちょっと検索すりゃいくらでも薄気味悪い話を掘り当てられるぜ。不思議なもんで、ただのホラーゲームなら平気なやつでも、そういう、現実にはみ出し、
した噂については不気味なものを感じるらしいな。ゲームそのものは子供向けの害のないやつだったとしてもプレイをためらったりする。ちょうど俺のダチがそうなんだが、もしかしたら自分に影響があるかもしれないって考えが頭から離れないんだと。呪いのゲームをプレイしたって自覚することでペースを乱されるのも嫌だとか言ってたな。それまでと何にも変わっていないのに、ちょっとした不幸を呪いと結びつけて考えるようになるタイプだからってさ。なあお前はどうだ、プレイすると呪われるゲームなんてものがあったとしたら。動画なら見てみたいですね。そうか、やっぱりプレイすると呪われるゲームだなんて信じようが信じまいが自分でやるのは抵抗があるよな。まあ俺の場合はそんなに繊細でもなくて、主にめんどくさいって理由だ。どんな内容なのかは気になるが、動画で上げてくれるやつがいるならそれを見るだけで十分満足できる。というわけで俺はマジルの動画を楽しみにするようになった。一口に呪いのゲームといってもいろんなのがあったな。例えば俺が最初に見た動画は、動物と会話しながらレストランを発展させていく子供向けのゲームだった。ほう、見た目は可愛いんだがキャラクター全員の首が取れるバグがあってのは恐ろしいな。なんだそりゃ。しかもその首はレストラン厨房にゴロゴロ転がってるんだ。あくまでもバグでわざとやってる演出じゃないんだろうが、可愛くてほのぼのしたゲームを求めてプレイしたやつにとっちゃトラウマもんの光景だったろうよ。それから主人公の名前をカガトシに変えると住人のデータが全て消えてしまう RPG なんてものもあった。町に行こうが城に行こうが誰もいなくてガランとしてるんだ。誰にも話しかけられないからイベントも一切進まない。仕方がないから外に出て戦闘していたら、いきなり英語と数字だけのおかしなメッセージが流れ出した。ほう。そしてその最後にカガトシ君っていう文字列が出たと思ったらいきなりフリーズした。こーわ。これもバグなんだろう。よくわからねえが、動画の視聴者の中にプログラマーでもいたらしく、なんでこうなったのかの解説をしてたよ。ゲームスイッチがどうとか、原因がはっきりしていることとはいえ、知らずにやったら意味深で怖いよな。それから発売日当日に回収されたゲームなんてものもあった。何でも誰一人としてクリアできなかったらしい。ま、その噂の真相は、プレイすると PC のハードディスクが壊れるゲームという別の意味で怖い話だったんだけどな。もちろんそういうバグが原因のものだけじゃなくて、プレイすると呪われるという噂のあるゲームもマジルはいくつかやってたぜ。そういうのって内容は普通で、特に怖い演出もない。淡々とプレイして淡々とエンディングを迎えただけ。でもそういう曰くがあるっていうだけで、ちょっとは怖く思えるもんだな。マジルが配信している動画サービスだと、見てるやつが書いたコメントが画面の右から左へ流れるんだが、いくつか怯え切ったものがあったな。この動画を見てたら窓をコツコツ叩かれた。4階なのに怖。今いきなり犬が虚空に向かって吠え始めた。怖いので見るのをやめます。やばい、これは本物だ。みんな今すぐ見るのをやめた方がいい。こんな感じで。まあマジルは相変わらず心臓の強いところを見せて全部笑い飛ばしてたけどな。鼻でふんって笑ってたのかな。このゲームで呪いを受けるとしたら俺だけなんで、皆さんは大丈夫ですよ。怖っ、これが怖っ。そんでもって今まで何本かプレイしたけど、俺一回も呪われてないです。もしかしたら自覚がないだけかもしれないけど。って実に楽しそうな声で言ってた。急に実際の声来るんかい。そうして呪いのゲームの実況を続けていたマジルだが、すぐに人気が出たわけじゃなかった。とはいえホラーゲームの実況をしていた頃よりは伸びてたんだけどな。ずっと2桁止まりだったのが500ちょっとまで行ったんだから、傍から見りゃ微妙な伸びでもマジルは手応えありだと思ったらしい。マジルはこの路線を突き詰めていくことにして、もっと人の目に留まるにはどうすればいいのかを考え始めた。真っ先に気になったのは自分の動画に寄せられたコメントだ。ああ、これは〇〇さんの動画で見た。この詩を初めて見た時はめちゃくちゃ怖かったっけ。これは有名なバグだな。最新のパッチでは治ってるけど。大体の視聴者はマジルの扱うゲームや曰くについて、動画を見る前から知識を持っているんだよ。呪いのゲームの実況には何人かの先駆者がいて、いずれも多くのファンがついていた。
ホラーゲームよりもプレイヤー人口は少ないから多少は目立つものの、結局は後追いの立場になっちまったわけだな。確かにそうなるよね。さっきも少しは触れたが、呪いのゲームの実況を見るやつの多くは、とにかく好奇心を満たしたいんだ。どんな逸話があって、どんな現象が起こるのか、なぜそんなことになったのか、実際にプレイしたらどうなってしまうのか、そういうことが知りたいんであって、ゲームでものを繰り返し楽しみたいわけじゃない。ゲームそのものだね。先駆者の動画でゲームの内容を知ってしまえば、マジルの動画をわざわざ見る必要はないのさ。俺だってダチのダチってよしみがあるから、あいつの動画を優先してたってだけだしな。で、マジルはこう思った。逆に言えば、誰も取り扱っていない呪いのゲームを発掘して実況すれば、マジル自身が先駆者になれるってな。もちろんすぐに人気者になれるわけじゃないが、誰よりもいち早く、誰よりもコアなゲームを配信し続ければ、視聴者を増やしていける。そんな風に判断したんだ。まあそれはその通りだと思うぜ。さっきも言ったように、視聴の動機の多くは好奇心。配信者自身の好感度は二の次で、どれだけ美味しい情報を与えられるかどうかだけが要なんだ。シンプルな勝負だな。それまでのマジルはネット上の掲示板や SNS から呪いのゲームの情報を入手していたんだが、他の実況者たちも同じことをしているようなので別の線を探ることにした。誰もがアクセスできる情報じゃなくて、自分だけが得られる情報に活路を見出すしかない。で、マジルが思いついたのは、友達の友達をたどるというものだった。ほう。顔が見えない不特定多数の逆を張って、リアルな人脈に頼ったってわけだ。そう、この名刺もそのために作って配ったんだよ。おかしなゲームの噂があったら教えてくれ。現物のゲームを持ってるなら提供してくれってさ。普通なら分の悪い賭けだったかもしれない。呪いのゲームに詳しくて、でもネットには情報を落としていなくて、何人かを介してマジルと繋がっているなんて、そんな都合のいい存在そうそういるわけないだろ。でもマジルはついていた。いや、後のことを考えればついてるかどうかは微妙だが、滅多にない可能性を引き寄せたことに変わりはねえな。叔父の遺品を整理していたら、個人が曰く付きのゲームのコレクターだったことが判明して、どう処分したものか悩んでる。名刺の配り先の一つからそんな奴が名乗りを上げたんだ。その叔父ってのは、若い頃はゲーム会社で働いていて、人脈を生かして不吉とされるソフトを集めていたんだな。そんな人が昔にいたんだね。何らかの理由で発売できなくなったゲームや、発売されたけど回収されたゲーム、開発途中のデータ、個人間でだけやり取りされていたロムの書き換えデータ、貴重なものも違法なものも手に入れられる立場だったんだ。おまけに当時は今と違って、ネットワークも発達してねえから話自体が出回っていない。今になって情報が漏れることも、それを見た他の実況者に先に紹介されちまうこともないわけだな。マジルは貯めていた小遣いのほとんどを切り崩して、そのコレクションを一切合切買い取った。そして片っ端から実況動画を上げていったんだ。これが見事に当たり、マジルは一躍人気者になった。なんてたってゲーム本体を手に入れることはもちろん、情報を得ることだって他の奴らが真似できるもんじゃねえ。中には権利関係とかで流出したまずいものもあったし、実際に削除された動画もあるんだが、それはかえってマジルの動画全般に箔を与えることになった。視聴者は物好きばかりだからな。やばけりゃやばいほど見たくなるもんだし、いつ消えるかわかんないってなりゃ後回しにもできねえ。再生数はうなぎ登りだった。お、まじまじ呪われゲーム実況ありそう。そうして目に見える形で手応えを感じたからなんだろう。ある日マジルは初めて生放送に手を出したんだ。生放送ってわかるか？そのまんま、動画主がリアルタイムで放送して、視聴者もそれをリアルタイムで見るって代物でな。コメントも送れるから視聴者がやってほしいことを言ったり、動画主が生の声でそれに答えたり、といったやりとりもできるようになってるんだ。俺はたまたま動画サイトにアクセスしたらやってたからなんとなく見ることにしたぜ。大した用事もなかったしな。俺が入った時はまだ実況は始まっていなくて、音量や画質を確認している最中だった。視聴者は300人くらいだったかな。結構いるね。多いのか少ないのか俺にはわからないが、初めての生放送にしちゃ大したもんだったんじゃないか。ああ、でも確か視聴者数はそれまでの合計しか表示されないんだっけ。
聞いたけど見るのやめちまったやつも数えられてたのかもな。画面にはまじまじ呪われゲーム実況っていうタイトルが表示されていた。実況が始まったらここにゲーム画面が映し出されるんだろう。それから右下に小さい画面もあって、そっちにはマジル本人の顔が映し出されていた。実況してるやつの表情とかリアクションとかを楽しみたいってやつに向けての工夫だな。でもマスクしてるよね。俺は本人に会ったことねえからな。今まで散々声は聞いてたけど、こんな顔してたのかって不思議な気分だったぜ。それまではヒョロヒョロしたもやしみたいなやつをイメージしてたんだが、意外と普通だったな。野球部のベンチにいそうな感じ。で、準備の済んだマジルは、改まった様子でこう切り出した。今日の生放送なんですけどね。これ、俺が持ってる中でも、一番ヤバそうなゲームになります。これ誰の声なんだろう。リアルに、いる方なのかな。俺が実況してるゲームは、ほとんどある人のコレクションなんですけど、なんとこのゲームは、厳重に封印された状態で発見されたんですよ。すごいゲームだな。缶に入れられてて、しかも缶ごとガムテープでぐるぐる巻きにされてました。剥がすのにめちゃくちゃ苦労したんですよ。おお、すごい。これでも私ちょっとね、面白そうだよね。マジルの発言を受けて画面を横切る視聴者のコメントが急に増えた。ああそうだ、マジルが生放送を始めた動画サービスはさっき言ったように動画に直接コメントが流れるタイプのものだった。マジル本人にも見えるとゲームの邪魔になるから動画主にだけは別の形式で見えるもんらしいけどな。なんか合成音声でコメントを読み上げるサービスもついてたし、あれならゲームしながらでも耳である程度拾えるんだろうな。とにかくざわめくコメントを余裕で受け流してマジルはゲームの情報を語り始めた。前にもちょっと動画で触れたんですが、俺はあるコレクターさんから譲り受けたコレクションをプレイさせてもらってるんですね。で、いつもはゲームにコレクターさんのメモがついてるんですよ。ほう。どういう曰くがあるのかとか、どこで何をすれば怖い現象が見られるのかとか。すごいね、やっぱ。で、俺はそれを見ながら進めてるだけなんです。このゲームに関してはメモも何もついてなくて、どこで入手したのか、どんな噂があるのか、どこで何をすれば何が起こるかもわからないんですよ、うん、だからおかしな部分が見つかるまでは普通のゲーム実況みたいにやるしかなくて、もしかしたらぐだるかもなんすけど、それはご了承くださいと。とりあえずゲームの紹介いきますね。タイトルはクリミナルキッズ。キッズ。ちょっとだけプレイしてみたんすけど、ドット絵の横スクロールアクションでしたね。ドット絵ね。あ、すごい。ゲームも出るの？そんな説明と一緒に画面にクリミナルキッズのスタート画面が映し出された。なんかこの BGM とか含めるとそこまで呪い付きのゲームっぽく見えないけどね。開発中止になったゲームだからなのか、黒字にスタートって白い文字が出てるだけの代物だったが、ファミコンっぽいくらでゲーム性はロックマンに近いのかな。序盤から結構な難易度で超死にました。一つ気になったんだけど、主人公の死に様がやたら凝ってるんですよね。敵にやられた時もパターン多くて、首が飛ばされるとか串刺しにされるとか内臓を引きずり出されるとか。ドットで内臓を引きずり出すのどうやって表現するんだろうね。穴に落ちた場合もそのまま死ぬんじゃなくて、画面が下にスクロールして潰れたグラを見せてくれるんです。血の量もやたら多いし、まあドット絵だからそこまで怖くはないと思います。じゃあ早速ゲームスタート。マジルは早速プレイを始めた。説明通り主人公が敵を倒しながら進んでいくアクションゲームだった。タイトルは殺風景だったが、ゲームの内容は BGM はちゃんとできてたぜ。ストーリーも何もなく急に始まったから設定とかはわからねえが、どうやら舞台は都会っぽいところだった。夜空をバックにビルのシルエットが広がってて、ところどころに明かりのついている窓がある。主人公はスーツとマントみたいなのを着た小柄な人間なんだが、クリミナルキッズってタイトルからして子供なのかもな。それが車を避けながら道路を走ったり、ビルからビルへジャンプしたり、マフィアみたいな敵にビームを打って応戦したりしながら進んでいくんだ。別に普通だね。
俺にはよくわからないが、コメントでは面白そうって言われてたし、結構手堅い作りなんじゃねえか。そんで肝心の呪いのゲーム要素についてだが、それっぽいのは見当たらなかった。確かに言われてた通り、主人公の死に様はグロい。無駄にバリエーションがあるし、でも荒いドットだから怖いっつうかシュールだし、これくらいなら探せば他にもあるっていうか、もっと過激なのだって当たり前だろ。そもそもマジルが説明してたように、今回のはノーヒントだ。どこに異常があるのかを自分で探す必要があるし、そもそもおかしな現象があるのかどうかすら保証されてね。生放送でやるには向いてないんだな。缶とガムテープで封印されてたってあたりにはそられたが、肝心のところが手探りなんじゃな。マジルは必死に盛り上げようとしてたが、あいつのゲームの腕前は大したことない。何度も死ぬせいで同じステージばっかり繰り返し見せられることになって、俺はものの5分で飽きたぜ。多分視聴者の数もすごい勢いで減ったんじゃないか。めちゃめちゃ辛辣なコメントがたくさんありますね。このゲーム鬼畜だぞって知ってる人？諦めないで。青いかべこわせそう。そんな分ける必要ある。それでも俺が動画を流し続けたのは、好奇心が残ってたからとか、ダチのダチっていう義理があるからとか、そういうんじゃね。ダチから電話があって話し込んでたんだよ。パソコンで動画を流しっぱなしにしてることはすっかり忘れてた。で、2時間くらい経ったかな。ダチとの電話を終えた俺は、そこでやっと開きっぱなしの動画に気づいた。結構いい時間になってたし、そろそろ寝ようかと思いつつディスプレイに近づいたんだが、そこでマジルの興奮しきった声が聞こえたんだ。おお、マジでこの壁壊れそう。隠しルート見つけたかも。画面を見ると、主人公キャラクターがビルの中の行き止まりの廊下に立って、目の前の壁に何度もビームを打っていた。攻撃が当たるたびに豪快なヒット音がして、徐々に壁のひびが広がっていくんだ。お？なるほど、これが正規ルートっていうこと？この時代のゲームはこんなもん。レトロゲームあるある。まあいいね、わかる。その壁はかなり手強くて、俺が見始めてからもなかなか壊れなかった。それから30回くらいはガンガンやってたな。それでもやっと進展があったってことで、愚痴たようなコメントはなかった。俺もこの先何が起きるのか気になって、ついつい見入ってたよ。で、ついに壁が壊れた。派手な音と一緒に破片が飛び散って、ぽっかりと真っ黒い穴が開いたんだ。お破片が飛び散ってるようには見えなかったけど、すごい穴が開いたね。壁かて、ありがとう。視聴者が何人残ってたかはわからねえが、みんな興奮しているみたいだった。無理もないよな。俺は再生してんのを忘れてただけだから忍耐もクソもねえが、奴らはこの1時間、変わり映えのしないプレイ画面に延々付き合ってたんだから。小さな画面に映ってるマジルの顔も嬉しそうだったぜ。喜びすぎて突き上げた拳がカメラに当たってずれるなんてアクシデントもあったしな。さて、やっとの思いで見つけた隠しルートの先には何があるのか。カメラの位置を直したマジルは再びゲームに集中した。立ち尽くしていた主人公は吸い込まれるように穴へと入っていって、画面は暗転した。そして次の瞬間、